やっほー、リカちゃんだよ。今日はリカちゃん、プリキュアたちのためにおいしいケーキを作ってあげようと思うんだ。やったー、ケーキ大好き。嬉しいわ。おいしいケーキが食べたいぜ。手伝えることがあったら何でも言ってね。ケーキワクワクです。リカちゃんのケーキに使う材料はこちら。まずは取れたてピチピチの新鮮なタイ。油の乗って美味しいタイを使うよ。タイ？早くも雲行きが怪しいわね。次はエリンギ。この美味しそうなもっちもちのエリンギを使っちゃうよ。このエリンギとっても不思議なんだけど、ぎゅっと握ると形が変わってビヨーンって伸びちゃうんだ。変なエリンギだよね。この不思議なエリンギを使います。ケーキにタイとエリンギってロックすぎるだろ。不安しかありません。最後にこの美味しそうなあんこが伸びるあんパンを使うよ。このあんパンはふわふわなんだ。ピヨーンね、美味しそうでしょ。確かにあんこは甘いからあんパンは日本のスイーツと言えるかもしれないね。まずはこれらの材料を包丁で切ります。タイを切るよ。それあれ、このタイ包丁で刺しても刺しても全然切れないよ。なんでだろう。切れない。なんでだろうな。まあいっか。アンパンも切れない。エリンギも切れない。なんでだ。ビヨンって伸びるけど切れないよ。まあいっか。素材をそのまま生かした料理ってことで、これらはこのままお鍋に入れます。切れない食材、なんか怪しいわね。これってもしかして食べ物じゃないじゃないですか。タイとエリンギとアンパンをこのまま煮込むなんて、リカちゃんどんなお料理を作る気なんだろう。さあさあ、お鍋を用意して、この中にアンパンをポイ、エリンギをポイ、そして新鮮なタイをポイっと。お鍋が閉まんないな。まあいっか。これらの素材をお鍋でグツグツ3日間煮込みます。3日間？煮込みすぎじゃないかしら。3日間煮込むとどうなるんでしょう。あ、いけない、忘れてた。このお鍋の中に美味しくなるようにさらにグミを入れちゃいます。キラッキラのいろんな形をした美味しそうなグミだよ。このグミをお鍋の中にパラ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 ー。はい、蓋を閉めて3日間煮て美味しくなーれー。そして3日後ピコ。あっという間に3日が経ったぜ。そもそもリカちゃんってケーキを作りたかったのよね。お鍋で3日間煮るケーキなんて聞いたことないよ。あの材料じゃケーキはできないと思いますけど。まあまあ、みんな見てよ。3日間煮込んだお鍋がこちら。ほらほら見て見て、膨らんでる膨らんでる。とっても美味しそうだと思わない？わー、確かにイチゴのケーキみたい。
すごいね。ダイとエリンギでケーキができるなんて。ちゃんと上手にできてるかは、ちゃんとお鍋を確認してみましょうね。お鍋を開けてみるよ。わあ、ケーキができてる。わあ、すっごく美味しそうなふっかふかのケーキだ。やったー。さあみんな、ケーキを召し上がれ。ケーキをナイフで切りまーす。って、あれ？このケーキも切れない。ケーキが全然切れないよ。どうして？わかりました。さっきのタイやエリンギといい、このケーキといい、切れないのは、スクイーズだからです。スクイーズ？この本物そっくりのケーキは、スクイーズのケーキだったんだね。だから、ナイフでも全然切れないし、握ったら、ふわっと膨らんで元に戻るんだね。あらら、スイーツ作り大失敗。でも、スクイーズのケーキで、ぎゅって握ったり、伸ばしたりして楽しく遊んじゃおう。ブームでは、まだまだ面白い動画をたくさん用意してるので、動画の右上にあるこのアイマークを押して、アソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人は、このチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をして、アソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しい遊ぶームをぜひ見てね。これからも遊ぶームをよろしくね。